さあ今日のランチなんですけど、これ実は昨日ポートマート行った時にあんまりこうチラッとしか語らなかったんですけど、めちゃめちゃテンション上がった。この紫芋、これちょっともう今日もまた買いに行きたいんですけど、昨日焼き芋屋さんで買ったんですけども、この入れ物からおしゃれなんですけど、ででん、めちゃくちゃうまいやつ。昨日思わず2本食べちゃったんですけど、1本だけ残しておいたんで今日はこれをランチにしようと思います。さあじゃあちょっとこれをですね、今レンジで2分ほど温めてですね、ちょっと割ってみますか。これどっちかな、なんか2種類あったんで、あ、これ紫芋の方。なんかこっちの紫芋はなんかあんこの味がするとか言って、本当にめっちゃ甘いです。それにこのカルディで買ったこの四つ葉バター、パンに美味しい発酵バター、これをちょっとだけつけさせてください。こんな感じでちょっとバターちょい乗せして、これでいただいてみます。これやばいやつ、うまっ、やばい、これ毎日食べたい。あと先日西田渡さんにあのメモリーカードをお借りした時に一緒にあの梱包というか一緒に送っていただいたこのお菓子、シュガーバターサンドツリー、三種ナッツのショコラ、これ激うまです。食感が素晴らしいです。もったいなすぎるんで、あの1日1個ずつ食べてます。でもあのたまに耐えきれなくて2個食べちゃう時ありますけど、見てください、この食感がねすごいんですよ。サクッとしててめっちゃ美味しい、ありがとうございます。でちょっとこれは1個で我慢できたんですけど、実はでんと名古屋もあります。この間富士スピードウェイに行った時にお土産でいただいた名古屋、これもねめちゃうまい。これネズミさん好きなやつですね。なので今日のランチはもう焼き芋と、3種のナッツショコラと名古屋、これで決まりですね。ちょっと今動画を回してるんですけど、これあの最後のこの EOS R5C による180度動画、このレッドを開封しているやつなんですけど、なんか 8K 動画の編集ってやっぱり UMPC だと eGPU つけてもなんかちょっと負担が大きいのかなと思って、だったらこの、M1MAX ですけど、 M2 にはなってないですけど、 M1MAX の MacBook Pro なら余裕なんじゃないかって一瞬ちょっとほのかな期待を持ってこっちでもやってみたんですけど、結局やっぱり 8K180 度動画は M1MAX にしても、まあ、気持ちこっちの方がなんか編集軽くなるかなっていうぐらいなんですけど、でもやっぱりあんまり差がなくてですね、まあ最終的に UMPC でプロキシー作って、今日は2日目にプロキシーを使って編集したら、もうプロキシーさえ作っちゃえばサクサクだったんであれなんですけど、やっぱプロキシー作るだけでも、25分の動画でプロキシー作るだけでも5時間ぐらいかかってて、で今一応編集終わったやつを書き出すのに、今書き出し中なんですけど、書き出し中あまりにも長いんで動画を撮ったんですけど、今1時間半エンコードしてあと2時間半って言ってるんで4時間かかりますね。だから今日比較的早めに、書き出しに入ったんですけど、実際に書き出しが終わるのはもう日をまたいでしまいます。でこれ多分アップロードして朝6時の公開まで5時間ぐらいあったとしても、また例によって180度化されるの間に合わないんじゃないかなっていう、特にこれ 8K なんで不安があるんで、やっぱちょっと 8K の 8K 動画、特に 180度 VR とかはデスクトップ PC で本当に4090とかそういうの使わないと厳しそうですね。やっぱあのハードウェアエンコードしたとしてもやっぱり 8K が結構世代的にあれなんですかね、厳しいのかもしれないですね。今 GPU 使用率も 100% でずっとうなってファンもボーってなってますけど、あんまり書き出し早くないですね。ということで、あの最後の180度動画大変でした。最初から最後までかなり大変でした。これはあのちょっと散財小説で導入するにはまだちょっと早かったですね。あの1日1動画にはちょっとペースが追いつきませんでした。ということで、あまりにも待ち時間が長かったんで、ちょっとこの状況を記録に残したいと思って、動画を回しました。
で、あとさらにですね、これ、イッチさんに借りたこのレッドなんですけど、このこれコンパクトフラッシュがまた別のコンパクトフラッシュなんですよね。今西田さんにお借りしてるやつとはまた別の、このコンパクトフラッシュカードなんですけど、あのこれのこれのリーダー借り忘れました。イッチさんにも確認したら、あーとか言って、あの入れるの忘れたって言ってて、こうリーダーがないんでちょっとこれも手配しないといけないんで、まあどっちにしてもレンズもちょっと手配したいんで、レンズとリーダーとで、ちょっとこのレッドはこれもこれでもうちょっとだけこれ発動するのに、タイヤさえだいぶ寝かしてしまったんですけど、お借りしてからもうちょっと時間かかりそうですね。いろいろ大変こいつとこいつこいつちょっと手間かかりすぎですやばいこの人たち。じゃじゃん、おはようございます。今日も、トーストに目玉焼き、そしてあのこの間あのポートマートで買っためちゃめちゃ新鮮そうなトマト、リンゴジュース、緑黄色野菜、スーパーケフィア、ちょっとあのブルーベリー余ったやつ一気にドバって入れちゃって大量になっちゃいましたが、そして納豆なんですけど、結局諸説あって、なんか納豆って納豆菌と納豆キナーゼとかなんとかっていう、なんか2種類のなんか菌というかあの要素があるみたいで、なんかどっちか、納豆菌は熱に強いんだけど納豆キナーゼかな、なんかそっちは熱に弱くて、結果的になんかそのどっちが強いどっちが弱いで、あの 熱しない方がいいですよ、よくないですよって話の混乱が生まれてるみたいなんですけど、まあなんか結局熱しない方がいいのかなっていう、あの最大の効果を得るには熱しない方がいいのかなと思って、今日はちょっとセパレートにしてここから上乗せで食べようと思います。ちょっと何気に納豆を上乗せむずいっすね。これなんかいい方法ないですかね。さあ、お腹もいっぱいになって、ちょっとこれからまた、今日は土曜日なんでポッドキャストの収録、バックスペース FM の収録の準備を入ろうと思うんですけど、その前にじゃじゃんと届きました。これは超楽しみなやつだと思うんですけど、いきます。おでん、じゃじゃん。おー、やっぱりそうだ、そうです、こちら届きました。渡る西田ボリューム6って書いてありますけど、ゲイズという最近あの非常にお世話になっている、写真家の西田渡るさんの、写真集なんですけど、これのゲイズっていうシリーズの6が最近発売されまして、ちょうど僕も発売記念ライブされてる時に、やっぱ時差がね、今日本にいて本当時差が合うっていうのが楽しくてしょうがないんですけど、ちょうどその、ライブを拝見してて、ようやく買えました。以前からこのゲイズシリーズ気にはなってたんですけど、なかなかサンフランシスコにいるとちょっと手に入れづらかったんですけど、このボリューム6が、発売されたんでこれを入手できました。ちょっと最近、下手の横好きなんですけど、やっぱライカ Q2 になってから、一応なんかこう写真頑張ってみようかなっていうか、ちょっと写真が楽しくて、まあ毎日今日のライカ撮ってるんですけど、ちょっと改めてちょっと勉強させてもらおうかなと思いまして、まだ買えるみたいなんで、ちょっともし興味ありましたら概要欄リンクさせていただきますが、これが今日の1個目でしょ。でまだあります。ででん、2個目、これを開けていきます。ででん、じゃんと、お、ちっちゃ、こんな感じでちっちゃいですね。これはですね、メタクエストの、充電ケーブル2メートル用ってやつですね。ちょっと前にこの3メートルのケーブル、これ3メートルなんですけど、アクティブケーブルで、5GBps のちゃんとUSB-C の、スピードが速いデータ転送ができるのに3メートルで長いよっていうケーブルを買った動画を、紹介したと思うんですけど、その時に僕はもともとついてた純正のケーブルが非常に良くて、で買いましたくて買ったっていう風に、紹介してたんですけど、実は
もともとついてたケーブルはこっちだったんですよ。この充電ケーブル2メートルっていうやつで、これは3メートルのそのオキラスリンクケーブルっていう、その PC とつないだ時に PCVR にする時に必要なケーブルで、標準でついてたやつはあの2メートルで全然細いんですよね。でこれがめちゃめちゃ秀逸で、あのオキラスっていうかメタクエストだけじゃなくて普通に PC とかスマホ充電する時にも非常に楽で、似たようなケーブル探したんですけど、意外とやっぱ品質とかも比べると意外といいのがなくて、結果的にこのケーブル結構紙ケーブルなんじゃないかと思って、買いましてしまいました。でこれを実際今僕もあの今これないのはあのピコ4とメタクエストとこのケーブルが取り合いになってるんですよね。で向こうで寝るときはピコ4で、このケーブル使って、寝ながらこう HDMI あのヘッドマウントディスプレイ楽しんでて、で昼間はずっとこのメタクエストでこれつけてバッテリーフリーで使ってるんですけど、なんかあの行ったり来たりケーブルさせてるのが非常にめんどくさかったんで、もう一本追加で買ってしまいました。これあちょっとなんか質感変わってる気もしますけど、こっちの方がなんか標準のやつと経年劣化かな、ちょっと質感がなんか若干オイリーな感じになってて、オイリーって伝えます、なんかちょっとよりビニール感が出てて、柔らかさとかちょっと向こう持ってきます。明らかに質感が変わってる気がします。こっちの方がちょっとマットでグレーっぽい色で、明らかにこの新しい方は黒ですね。で太さも何気に細くなってる、明らかに細くなってますね。なんかちょっとあのツヤツヤ感が出るっていうか、なんかちょっとオイリーな感じ、実際に別にオイルがついてるわけじゃないんですけど、 なんか表現的にはオイリーな感じのケーブルになってるんですけど、こっちの方がなんかサラサラケーブルですけど、あ細くなった、あじゃあ進化してるんだ、あここも明らかに見てください、全然このヘッドの部分見ていただくと明らかにサイズが変わってて、あじゃあ充電ケーブルもちょっと進化してるんですね。ケーブルの太さ的にもちょっと細くなってて、よりだから取り回ししやすくなってるんですね。だから正直この3メートルの方のケーブルはめちゃくちゃこれ、まあ、もちろんこれも充電もできて3メートルでいいなとは思ったんですけど、このケーブルになってくると急に取り回しが悪くて、結構なんか重さを感じちゃうんですよね。このケーブルに引っ張られる感じがあって、あの常時ヘッドマウントしてる時になんかちょっと装着感が悪いんですよ。もうほんと細かい差なんですけど、でもこのケーブルの差ぐらいで全然あの長時間使ってる時のヘッドマウントの快適さが違くて、でこっちのもともと入ってたケーブルにするとやっぱりもうほとんどケーブルを挿してることが、気にならないので、ずっと充電しっぱなしでもあのむしろバッテリー気にせずにヘッドマウント1日使えるんで、これは便利と思って、ここにすごいなんか雲泥の差というか、ここに大きな使い道のこうあの溝があったんです、大きな壁があったんですけど、越えられない壁があったんですけど、これさらにちっちゃくなってて、ちょっとこれはまた期待が持てますね。確実にまさかのこんな、あれでも長さがあれこれ2メートル、今気づいたけどこれ長さがあの細い方のケーブルも、あじゃあこれ何これ、これがあの一番高性能なあのデータ転送も速くて、PCVR も対応して距離も長い3メートルの、オキラスリンクケーブルで、でこれが、まあ、純正の、多分メタクエストプロに入ってたのか、なんか僕もしかしたら古い方のケーブルを単に持ってきちゃったのかもしれないですけど、クエスト2とかに入ったのか忘れたんですけど、これがあの充電ケーブルですね。で今回ゲットしたのはこれが3つ目の今回ゲットした、充電ケーブル2メートルって書いてあるんですけど、これとこれで明らかにこれ3メートルなの確実だと思うんですけど、違うのかな、これ2メートルない気がするんだけど、これが2メートルだとしたらこれ3メートルありそうな、3メートルあるかな、ややこしい、これじゃ5メートルかもしれないですね。
ちょっと我ながらちょっと適当なんですけど、これ2メートルで3メートルで、じゃあこれ5メートルかもしれないですね。確かにこれ3メートルにしたら長すぎると思ったんで、じゃあメタクエストはもうメートル単位でかなりケーブルのバリエーションがあって、2、3、5みたいな感じでケーブルがあるのかもしれません。でそれぞれに太さとかも長さも全然違くて、これが欲しかったのは3メートル見つかんなかったんですよね。まあ、ちょっと取り回しの状況次第なんですけど、僕はこの3メートルのこの充電ケーブルが非常にバランスよくて、全然装着してる時に装着の負担もなく、バッテリーの不安もなく使い続けてるので、これをもう一個買いましたかったんですけど、2メートル版はさらにケーブル細くなって、コンパクトになって、まあ、そういう意味での、進化は見られるんですけど、1メートル短いのちょっと不安ですね。でこの5メートルと思われるこっちは、まあ、PCVR 使う時にはやっぱりこっちではデータ転送が追いつかないんで、 PCVR の時には重宝してるんですけど、あんまり僕 PCVR 今のところ使えてないので、まあ、これ比較的こうスタンバイしてるのが多くて、であんまりこう常用するにはやっぱケーブル重いんで、まあ、必要な時だけ使うって感じですね。でこれ欲しかったんですけど、かなりカオス、かなり、メタクエストのケーブル充実してるというか複雑になってるんで、ぜひ購入されるときは自分がどの長さで、どの目的で使いたいのかを確実に確認してから買った方がいいと思います。一応気にして結構注意して買ったつもりなんですけど、全然ダメです。で最後じゃじゃんと、大物来ました。この大物を最後に開けていきたいと思います。本日多分最後の開封。ででん、メタクエストコンパクトチャージングドックってやつですね。これも何気に、これ多分新作アクセサリーなんじゃないかと思って、初期の頃見つけられなかったんですけど、最近ちょいちょいメタクエストストアに行って、なんかメタクエストのアクセサリー新しいの出てないかなとか思って調べてたら、まさに見つけたやつなんですけど、これね、まあその名の通りなんですけど、この、ね、結構パッケージングがアップル並みのこのペロってやってスッと出すいきます。ででん、おお、こんな感じ。あ、ケーブルこれについてるんじゃないか説、こんな感じで。あ、ここにも、あ、これはもうケーブルもともとついてるんですね。ケーブルついてて、あ、こんな、あ、これいいっすね。なんかめっちゃ短い USB-C のケーブル、そして AC アダプターですね。まあ一応専用使ってきますか。最近意外とこの充電系もやっぱ相性があるんで、まあ、なんか USB-C なら何でもパワーデリバリー対応でいいやっていう風にしたいんですけど、意外と相性があったりするんで、充電の純正の方が悪くなければこれも使おうと思うんですけど、これで、あとはペラが入ってるぐらいです。コンパクトメタクエストプロコンパクト充電ドックってやつですね。なるほど、はい、これがね何気に期待の新作アクセサリーです。なんでこれが期待かっていうとですね、これが今僕がメタクエストプロとこの下にこういう感じで、コントローラーがチャージされてて、メタクエストプロってなんか最初からこのチャージングドックが付属してるのはすごいいいんですけど、これってまあここにコントローラーをこうやって充電しつつ本体をこう乗っけるんですけど、まあ、こんな感じで使うんですけど、まあ僕がここにこうヘッドストラップをつけちゃってる関係もあるんですけど、これあってもなくても結構このヘッドセットとこのコントローラーの充電が1個にコンパクト化されてるがために結構コントローラーに充電しづらかったりするんですよ。でかつピコ4と、まあ、この話またどっかしなきゃいけないんですけど、ピコ4は素晴らしいのはコントローラーの充電がほぼ不要で、あれ乾電池で動いてて、もう未だに一度も変えたことないんですけど、メタクエストプロはここのコントローラーそれぞれにスナップドラゴンのちょっとしたスマホのチップが入ってて、まあ高性能なんですけど、その代わりバッテリー結構持つんですよね。1日使ったら夜必ず充電しておかないと次の日バッテリーなくなっちゃうぐらいの感じで、毎日充電しておく必要もあるし、
結構使わないときはこまめにドックにチャージしておきたいんですよ。でもさっき言った通りこのセットだと結構チャージがしづらくて、あとかなりここもあのマグネットでボコっていくんですけど、結構この位置がパチッと決めるのが難しかったりして、でこの状態を気づいてこの状態置いといたら実は充電されてなかったみたいなすごい疲労の時があったりするんですけど、だヘッドマウントディスプレイに関してはさっきも言った通りこのケーブルで直接常に充電している状態で使ってることが多いんで、まああんまりここでわざわざドックでチャージする必要はないんですよね。でむしろだから、多分同じことを考えてる人がいるからこういうアクセサリーが出るんですけど、このコントローラーだけをなんかペロリついてた、ペロリ外しますが、シンプルに充電できた方がテーブルもすっきりするし、結局充電もしやすいんじゃないかなと思って、ここにこんな感じで、これいけてんのかな、はいはいはい、あ、これスマートでいいんじゃないですか。これでコントローラーだけをここでチャージしとくっていう、意外とこのコントローラーのこの充電ケーブルが短くてあそこの充電器から距離が遠いんですけど、まあでも一応こういう感じで端っこに置いとけば、あ、これいいっすね。これでチャージが、ただなんかピロリンっていう、こっちか、あ、こっちだ、あ、これできました。ここでグリーンのランプがついて、あ、こっちの方が使いやすい、このケーブルが上に出た方が使いやすいんで、あ、これでここでコンパクトにドンとコントローラーだけ置きやすくなったし、はい、いいですね。こんな感じで充電だけしといて、ヘッドマウントはもう単体でどこでも好きなところにボンと置く。で、これいらない、これなし状態で、これはもう使わない状態にしとくと、結果的に結構テーブルがスッキリするんじゃないか説をちょっと唱えたいなと思いまして、あ、これいいっすね。コントローラーもやっぱりすぐさっと取り出せてさっと充電に戻せるから、あ、絶対こっちの方が使い勝手、僕のこの常時これを充電してる僕にとっては絶対この方が使い勝手がいいんで、でこれ結構重いです、持ち運ぶ時も結構重いんで、これはじゃあちょっとお蔵入りにして、でテーブルの上もこんな感じでセパレートタイプにして、使おうと思います。でさらにこれね、これついてたの忘れてませんよ僕は。なんかここに実は USB-C のポートが1個あって、ここにここ挿しといて、こうしといて、でこいつをこうするよってことですね。だこうやると何気にお、ピロリンって感じで、これで、ミニドックなんですけど、ちゃんとヘッドセット自身も充電できるように、これなんかちょっとスマホの充電とかにも使えそうなんで、こうペロって出しとくとちょっとした充電するときに、こっから充電できて、っていうかなんかどちらかっていうと、これを本体にデフォルトで内蔵しといて、こっちをアクセサリーでなんかフルドックみたいな感じで売ればいいのにって今ちょっと思いましたけど、こっちの方がコストも高そうなんで、これを追加のアクセサリーにして、こっち同梱しといてくれた方がみんな嬉しそうな気もしますが、まあもしかしたら後からこれ作ってみて反響があって追加で作ったとかもそういうのあるかもしれませんけど、まあこんな感じで、あ、これいいじゃないですか。そしたら正直このヘッドマウントをここにこう乗っける時のここのなんか設置の反応がちょっと悪くて、充電したつもりだったのに充電してなかったこととかも結構多々あったんですけど、最近はきちんとピロリンって音をするのを確認してたんですけど、でもそれもあって常時ケーブル使うようになっちゃったんですけど、これこっちの方が確実に充電できるんで、絶対充電ミスってることがないんで、絶対こっちの方が、あ、これめっちゃいいじゃないですか。テーブルの上こんな感じで、あ、いい感じになりますね。で僕はいよいよこれを、システム5さんにお返しする準備もしたいと思いますが、ちょっとその前にポッドキャスト収録行ってきます。じゃじゃーん、ポイント釣り具餌っていうか駐車場大人気なんですけど、すごい釣り屋さん大人気です。というのもですね、ちょっと月曜日お休みいただいて釣りに行こうと思ってるんですよ。釣り行こうって前から前菜に誘われてたんですけど、この機会で行ってみようかなと思って、
ちょっとそのための、買い出しにやってまいりました。道具は一通り善さんに貸してもらえるんで、なんか手袋と靴下それだけあればいいって言われたんですよね。うわーすごい、すごいことになってます。え18万7000円、これも沼がすごそうですね。ここら辺はなんか全然いいんですよね。あっちだあっちだ、一番奥ですね。靴下が欲しいんですけど、これちょっともう靴になっちゃってますね。あここら辺にあったかそうな、あ手袋は発見しました。あこれあれだ、違うかな、善治さんおすすめしてたのこんなやつだったけど、手袋だけでもこれだいぶ、これ悩みますね。だいぶ靴下は完璧ですね。このウォータープルーフソックス、あ結構いい値段しますけど、あーなるほど、ここに3本切りとか、こっちは3本切りカバーって書いてあるんですけど、カバーがついてるやつがこの指のところの、このカバーのついてるやつだとこう指がポコって出せて蓋できるんだけど、これしかないですね。ただこれはなんかあったかレベルが3なんですよね。こっち5っていうのがあって、5だとあの3本切りしかないです。こっちにするかこっちにするか今めっちゃ悩ましい。今ちょうど善治さんにもつながったんで、もうこれで行くことにします。このセット、防水靴下とあったかいけど指3本出っ放しの方の手袋、これで行きます。さあそしてイオンでまた買い出しして帰ります。Yeah, it's such a clap.